失礼します。ウエンツデイ。皆さんの耳の聞こえにくい方、なんだか肩が凝っている方、なんだか首が凝っている方、なんだか体に少し違和感を感じているあなた、子供たちも背中が痒い時もあります。ゆったりと自信を回復させる言葉書きをかけてあげましょうね。体の不自由な方、知的障害や発達障害のお方も、ちゃんと良い言葉をかけてあげることでちゃんと回復いたします。それでは本日も参ります。リンが3つでサキシャ、ほんまほんでも、いやいや